羽織を着て袴を着けないよう着流しは、男子が和服を着る際に袴を履かないよう、またその着こなし方。古くは羽織を略したもののみを特に着流しと称し、袴を着けなくとも羽織を着ていれば、礼装にかなうとされていたが、現在では、羽織の有無に関わらず袴を着けない様を指すことが多い。江戸時代には、武家方では袴を着用することが常であったのに対し、 町人にはその習慣がなかったため、町方特有の風俗であるとされた。一般に略式の砕けた格好であると考えられており、特に羽織を略した姿は、息やつに通う独特の美意識と仮想階級的な息の良さ、肥俗な感じを持つものであるとされる。ただし気流しに町方としての独自の意識を持ち、礼装として扱っている場合もあり、 仙家系統の茶道では実徳に木流しを再礼僧とし、長唄や浄瑠璃では、神下の際に袴ではなく、前だれを用いる。一般に、江戸期にあっても、医師、茶道、茶坊主、お抱え町人などにおいては実徳に木流しが正掃であるとされることが多く、これは室町期の町人風俗に基づくものであろうと考えられる。 江戸町奉行所の周り方同心が将軍のおなり先でも袴を着用しなくてよい、おなり先ごめんの着流しだったことで知られる。ありがとうございます。